詐欺事件の犯人は逮捕されていない。いや、そんなんじゃねえよ。あんたらってさ、詐欺に遭うの趣味なの？好きだね。カツラってお店の常連さんなんだってね。あの、さっき出て行った人なんですけど。ふざけんなよ。そうなんだ。助けてもらえませんか？何作ってんだ？人の親になんかなるんじゃねえよ！俺映ってないんですけど。さっきのジジって何なの？そういう遊びが好きなんだ。まずはこっちを信用させるんだ。法律は人を守ってくれない。家族のために生きらんねえなら人の親になんかなるんじゃねえよ！どうされました？あなたには理解できるみたいね。世の中には殺す人間と殺される人間がいる。実は知り合いの子が詐欺に遭っちゃって。キスしてもダメかよ。ダメですよ。友達がお世話になってる。レストラン。だからバッチだって始めたんだ。妙にはびこる親戚は一羽残らず俺が食ってやるよ。焦んなくても。本当は来年とか再来年とか。いちいち来なくていいよ。好きだな、ね。